は最初天竜区に、住み始めて、その時に移住コーディネーターの方に大変お世話になったというのが大きな良かった点だと思っています。で、その移住コーディネーターの方との仲良くさせていただいて、いろんなイベントですとかそういったものを紹介してもらうことで浜松市の良さを知れたっていうのは大きいなと思いますので、まずはもし I ターンで何も知らないよっていう方はぜひ移住コーディネーターの方とお話ししてみてもらえたらなと思います。で、実際に浜松市といっても本当に中心街の人口密集地もあれば天竜区のようにも本当山間地域もあれば、浜北はもしかしたらその中間かもしれないんですけども、一つの浜松市といってもいろんな移住とか住む環境は全然違うので、ただ浜松市に住むよしじゃあ決まりじゃなくて、じゃあ浜松市にどういったエリアがあって自分にとって住みやすいのが本当に山田舎暮らしをしたいのか、程よく自然があってそこそこ便利なところがいいのか、それともいわゆる新興住宅地に住んでいろんな便利な中で生活したいのかとかによっておのずと住むエリアが変わってくると思うので、まずは浜松市って どれだけ広くてどこにどういう住むエリアがあるのかなっていうのはよくよく調べられたらいいんじゃないかなというふうに思っています。自分は、勤務地の近さですとか、自然の豊かさですとか、周りに自然がいっぱいあるというところで選んだので、いろんな価値観の人がいると思うんですけども、浜松市はどの価値観の人でもある程度は受け入れられるようないろんな場所があるかなというふうに思っています。はい。